はい、こんにちは、村野聡です。今回はですね、作業指示には数を入れようというお話をします。いくつか前の動画で子どもの作業スピードアップの方法という動画をね、出してみたんですけども、非常にたくさんの方に見ていただきました。まあ、それに今回関連した話をしたいと思います。作業指示をするときにですね、数を入れると子どもたちがより主体的に活動するよという話をしたいと思います。例えばですね、作業時間、これは前回お話した通りですね、作業時間をちゃんと子供に伝えてから作業させましょうという話をしました。例えばノートに自分の意見を書きなさいと言って黙ってると、子供たちはどのくらいの時間がこれからもらえるのかわからない中で書きますので、それぞれ自分のペースで書いていっちゃうわけですね。そうではなくて、時間は3分ですとか、時間は2分ですというふうに、作業時間をきちっと伝えてあげることで、そうか、じゃあ2分でやらなきゃいけないんだな、2分の中で考えなければいけないんだなと、子どもたちはその枠の中でね、物事を考えようとするんですね。先生が2分だよと言った時には、2分なりに考えなきゃいけないんだなということも教えていくわけですね。こうすることで子どもたちは見通しを持って作業することができるわけですね。まあ、結果として主体的に作業をすることができるようになるわけですよ。ですので作業指示に数を入れていくということが大事なんですね。で、今日はそれに加えてもう一つ、作業数ですね。作業数を指示するっていうのもね、非常にね、効果的なんですよ。例えば社会科で箇条書きさせるような場面ですね。そんな時に、この写真を見て分かったこと、気づいたこと、思ったこと、できるだけたくさんノートに書きなさいっていうふうに、できるだけたくさん書けという指示もあるんですけども、時にはですね、5個書きなさいっていうふうに指示してもいいわけですね。あるいは5個以上書きなさいという指示をしてもいいわけです。こう指示することで、子どもたちに目標になる数字、基準値がね、入るわけですね。ですから、そこを目標に書くわけですよ。そうなると、5個って言われた場合はね、2個書けば、あ、あと3個だって思うわけですよね。それが何にも言われないで、ただ書きなさいと言われた時の、子どもたちが作業する時の思考とはやっぱり変わってくるわけですよね。目標がある方が意欲的になる可能性が高いですね。で、それにですね、先ほどの作業時間を組み合わせることもできるわけですね。例えば、ノートに自分の意見を5つ以上書きなさい、時間は5分ですっていうふうに言われればですね、もうかなり枠がかっちりしますよね。そこをめがけて子どもたちは作業を主体的にやっていくようになります。あとですね、これもおすすめですね。例えば教科書から何かを見つけさせるような場面ですね。例えば社会科の教科書でね、何か課題に対してその答えを探させるような場面で、教科書の中から答えを探しなさいっていう指示をするのと、教科書の中に証拠が3つあります、3つ探しなさいというのでは、子どもたちは3つと言われた方が頑張れるんですね。そうか、1個あった、もう1個あった、あ、じゃああと1個だっていう風にやっていけるわけですよね。これもし何も言われないと、あ、1個あった、まだあるのかな、どうなのかなっていう目で見ていきますよね。ですから子どもたちの思考の仕方がね、全然変わるんですよ。まあ、私の経験から言うと、この数を指定した方が子どもたちは意欲的になりますね。ですからね、これぜひやってみてください。作業指示には数を入れていくということをね、意識するだけで、前回お話しした通り作業スピードアップにつながっていくと思うんですね。で、最後ですね、NG についてもお話ししておきますね。まあ、研究授業なんか見てるとね、よくやってる先生いるんですが、せっかく作業時間をね、言っているのにね、例えば、じゃあノートに自分の意見を書きなさい、時間は3分です。って言った後ですね、3分経った後に、まだ時間の欲しい人って聞く先生がいらっしゃるんですね。あれ、私はね、反対なんですよね。3分と言ったからにはもう3分で考えさせなきゃいけないと思ってます。で、子供たちも3分と言われたんだから、3分で考えようと思って頑張って3分で仕上げたわけですね。それなのに、まだ時間が欲しい人って言って、もし誰かが手を挙げてね、どのくらい欲しい？ 1 分欲しい。じゃああと1分延長ねって言った場合、その3分で一生懸命考えたこの努力は、無駄になっちゃうわけですね。無駄というかね、なんだ、じゃあもうあと1分あるならそういう風に考えたのにっていうことになっちゃうわけですよ。ですからこれは絶対言っちゃいけないですね。とはいえですね、現実まだあんまりできてない子がたくさんいるんだから、そういうこともあり得るだろうっていうことあると思うんですよ。その時はね、私はこうしてますね。例えば子供たちに作業指示した後に、子供たちの様子をこう見て回りますよね。で、その時にですね、全体としてあんまり進んでないような時には、私が3分って言った指示を、まあ実際は3分30秒ぐらい伸ばしたりすることはあります。ですから3分経ってても、はい、時間ですって言わないでね、じゃああと30秒ぐらいですよっていうふうには言いますね。まあそうやってね、さりげなく時間延長したりすることはありますね。まあ同じことだっていう人もいるかもしれませんけど、ただ子供にね、まだ時間の欲しい人って聞くと、足りなければ先生こうやって追加してくれるんだっていうふうになっちゃいますのでね、これはね、やめた方がいいと思うんですね。で、あとね、終了予告ですね。これは
いいと思いますね。はい、あと30秒で終わりますとか、あと15秒で時間になりますというふうに、まあその終わりのね見通しを持たせてやることはね時には必要だと思いますね。はい、まあそんなところも配慮しながらですね、作業指示に数を入れてみてください。かなり子どもたちの集中力に変化が起きると思います。はい、というわけでね、今回のお話は以上になりますが、以前皆様に紹介しました、私の3年生の実践記録集ですね。おかげさまでですね、たくさんの方に手に取っていただいております。もう本当残部あとわずかになりましたので、まだね間に合いますので、もしよろしければ申し込んでみてください。はい、というわけで今回は以上になります。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。